スター・ムルガー・セキュリティシックスは、アメリカのスター・モルガー社が1968年に開発したダブルアクションリボルバーであり、同社のリボルバーの基礎モデルとなった。1971年に発売となった、同社初のダブルアクションリボルバーで、当時のアメリカは、拳銃としては、リボルバーの前世紀で、その2大巨頭ともいえる S&W 社と、コルト社がしのぎを削っており、 今さら新しい重機メーカーが割って入る余地などないとすら思われていた。しかし、本銃の発売は1年足らずで、スター・ムルガー社が安全性、性能、耐久性、低価格な点で人気を集める、前述の2大メーカーに次ぐポピュラーなリボルバーメーカーへと成長を遂げるほどの大成功に繋がった。357マグナム弾、または、 38スペシャル弾を使用する拳銃で、重心長には2.75インチ、4インチ、6インチが用意されている。一般的なリボルバーと同様の設計であるが、インターナルセーフティとして、トリガー機構にトランスファーバーを配置し、トリガーに荷重がかかり、ハンマーが交代することでこのバーがせり上がらない限り、ファイアリングピンがハンマーと接触しないという構造を持たせた。また、 サイドプレートを廃止、メカニズムのほとんどを着脱式のトリガーガードにセットしているため、フレーム強度を確保すると同時にメンテナンスが楽にできるようになっている。一方で、トリガーフィーリングや表面仕上げ等は荒さが目立つという。現在もその構造自体にほとんど変更はなく、安価で丈夫な拳銃なので一部の警察関係でも使われた。派生型として、 固定小純機を持つスピード6とポリスサービス6が存在する。さらに1985年にはセキュリティ6の後継とも言うべき GP100 が1988年にはそれより一回りほど小型な SP101 が発売された。またフランスのマニューリン社はスタームルガー社と提携しスペシャルポリスと MR88 という類似したリボルバーを生産している。 ありがとうございます。